はい、香川光政です。今回はベースのリズムを立たせたいけど立たない場合どうしたらいいかってことです。今までに題材として使ったファンクのすすめで使ったファンタジー、アースウィンドアンドファイアーのファンタジーという曲がありました。これを使いたいと思います。この曲のリフはこんだけです。で、これってまあついてやりがちなのはこう弾いちゃうことです。何が違うかピンとこない場合はよくよく観察してみてくださいと言っても、まあしょうがないんですが、話解説を聞いて、違いを、もう一度自分の中で消化してもらえたらと思うんですが、今のもノリとしては全く悪くないです。ただこれよりもっとリズミックな感じをさせたいといった時にどうしたらいいかです。で、ベースのラインって、まあ、特に、まあ、リフに関わらずですが、絶対に外せない部分、骨格の部分と、あとはオプションとしてリズム立たせたいとか、なんかおまけのような部分がほとんどの場合あります。で、今回の場合このファンタジーのこのリフっていうのはどこが骨格かっていうと、ここです。これさえあればベースラインとしてはベースの役割としては成立します。ハーモニーのルートとしての部分とアクセント、リズムの最低限の部分を全部ここに込められているわけです。で、つまりそれ以外は実はおまけなんですよ。つまり音程として何弾いても結構 OK だったりします。で、ドゥパッて考えてないとなかなか、あんまり印象変わんないじゃないですか。骨格がベッツツクバンアンバンアンツクバンアンさえあればいいということです。で、リズムを立たせたい場合にどうしたらいいかというと、今の骨格以外の部分をこういった形にします。まあ要はゴーストノートです。実音が少し感じるぐらいのゴーストノートやると雰囲気が損なわれずにいけます。まあ、完全なゴーストノートでもいいです。で、ゴーストノートの時のタッチ と、音程を出す時のタッチは違います。音程を出す時のタッチはこうやって素直に弾いちゃいます。リズムを出したい場合はこういう感じです。こっちが、半押しというか少し力を抜いている状態です。するとブンブンブンと音が途切れるような感じになるのでリズムが立つわけなんですね。で、これを合わせると、まず全部きれいに弾いた場合こんな感じです。ゴーストノート的なものを入れて骨格だけ残すと、なんかすごく動きが大きいものになりますよね。きれいに全部弾いた場合すごく幅が収まった感じで、まあいいちゃいいんですが、躍動感に乏しいというか、悪くはもちろんないんですよ。ですが骨格の部分以外のところをゴーストノート的に弾くとなんかだんだん下手になってきますね。すごく躍動感が生まれてきます。で、またこれがドラムと合わせていくとだいぶマッチング率が変わってくるです。来るんです。こういったリズミックなタッチを入れていくと、ドラムとの細かいパッセージがすごく相性良くなってくるので、ドラマーとの、躍動感も合わさって、楽曲全体のグルーヴにかなり影響を与えます。ぜひ試してみてください。香川光政でした。また。